高い山全体が頭に突き出た岩が鼻に当たります。また山頂駅あたりが胸になっております。山頂までの長さは540メートル。乗車定員40名のこのゴンドラは約3分半にて山頂寝姿山駅に到着いたします。山頂展望台からは黒船来航の下田湾を眼下に、また沖のよく晴れた日には御神火もいる大島をはじめ伊豆七島を見渡すことができます。山頂遊歩道を奥に回りますと全城写真記念館や愛染堂がございます。全城写真記念館には珍しいカメラの展示コーナーや全城のオーナー、またステンドグラスを背景に軍服やドレスを着ての記念撮影ができる施設となっております。下田遊歩道は1923年文政6年にこの下田に生まれ、アメリカ総領事ハリスの通訳を務めた休憩県により西洋写真を学び、我が国写真の開祖と言われた方でございます。愛染堂は奈良法隆寺夢殿を3分の2の大きさに再建したものでございます。中に祀られております仏像は愛染明王と申しまして、縁結び開運安産愛の仏様として大変霊験あらたかでございます。山頂寝姿山駅到着でございます。降りの際にはお足元にご注意くださいませ。お帰りの際往復乗車券を拝見させていただきますので、なくさないようにお持ちください。なお山火事が大変危険ですので、タバコの火には十分お気をつけくださいませ。また山頂には軽食コーナー売店もございます。売店ではお土産の割引販売もいたしております。どうぞご利用くださいませ。お待たせいたしました。ただいまお後にしてまいりました寝姿山は、西海岸堂ヶ島天宗堂や伊豆最南端の伊豆崎とともに伊豆山系の一つとしてにぎわっております。この下田市はその昔徳川幕府の占領地として治められたこの地方一帯の中心地としての奉行所が置かれ、東は相模灘、西は遠州灘との振り分け港、避難港としてにぎわったのでございます。徳川300年の間、深く閉ざされた鎖国の扉も内外の情勢から開港を余儀なくされ、幕府は
安政元年アメリカとの間に和親条約を結び、この下田港を開港いたしました。そして黒船を引き連れたペリー提督は下田湾の島と島との間に錨を下ろし、この下田の人々を驚かせたのでございます。滝先の玉泉寺には日本最初のアメリカ領事館がハリスによって設けられました。それに揺られて泣く泣く玉泉寺に通った東神沖基地の黒船愛花はあまりにも有名でございます。そのぐらいの例です。時速何キロで向こうは違ったんだけど、それ違ったんだけど、やっぱりこれはないと思う。下を流れております川を伊能沢川と申しまして、この上流3キロほど回りますと、お基地が身を投げたと言われておりますお基地の基地が今もなお残されております。あそこでいいじゃん。はい、行こうか滝先、驚か下田、ここがシオンの窓ヶ浜と歌われました。窓ヶ浜には当時を忍びまして、今も黒船が就航いたしております。スプラッタ、恐怖映画か。下田駅到着でございます。本日はご乗車くださいましてありがとうございました。お降りの際にはお足元にご注意くださいませ。しゃべるな。面白いね。あんた今の面白さ分かってないでしょって、ね、こっから暑いよな。このこっからのんびり、